してみますか。 SVOO と SVOC の違いは分かったんですか。副詞的用法とあるわけないだろ、形容詞なのに。はい、始まりました。もちチャンネル。さあ、ここからですね。はい。はい、ピチュー。はい、マリリです。今、英語どれぐらい終わったかっていうのなんですけど、まあ、中学英語のやつなんかありましたよね。あれは終わったと。はい、これですね。はい、すげえ扱いだな。ボロ雑巾を持つかのように持たれてたけど、はい。この子にはお世話になりました、本当に。はい、もう大丈夫ですか。まだ苦戦がいるけど。あ、これはもう名残ですね。名残で。じゃあ、もうこれはもう完璧。4週やりましたから。おだけど、私まだ、明るい私は SVOC ちょっとサザエさん厳しい、はい、でもじゃあこっちも今入ったわけですね。もうそいつ一瞬終わりました。お、終わった。はい、じゃあ SVOC 入ってるじゃないですか。そしたらこれ先生にじゃあこの文法は何ですかって聞かれると、うん、まあ、答えられるは答えられるんですけど、うん、なんかすっごい時間かかっちゃうんですよ。S みたいな。ちょっと待って、あの主語はとか S はとかってことですか。あ、そうです。 SV を振って、はいはい、じゃあこれ第何文型ですかとか聞かれると、はい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 、すごい答えるのにめっちゃ時間がかかっちゃうんですよ。ああ、それは大変だ。はい、これ一周したどうですか。もう問題は解ける。解けるんですけど、やっぱ左にもう丁寧にめっちゃ書いてあるから、うん、まあそうですね。だからなんかほぼ答えを見た状態で解くみたいな感じになっちゃってるから。なるほど。だからなんか理解できてるのかどうかがちょっと不安です。なるほど。 SVOO と SVOC の違いは分かったんですか。SVOO は、はい、主語動詞で目的じゃないですか、はい、でも OO って O イコール O ですよね。オーマイガー。はい、O イコール C でしたっけ。あれ、はい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 、O イコール C、はい、O と O は別々。そう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 、 SVOO と SVOC やっちゃった。で、SVOO はどういう動詞が来るとかって習いました。え、どういう動詞が来る。 SVOO って来るときは自動詞、他動詞。いやいや、そこそこ、わかんない。そんな教わってないと思います。教わってるよ、絶対書いてあるもん、ここに。嘘、はい、どんな動詞が来る。そう、だからね、これ何のほら赤ペンとかも何もないでしょ。何の印もついてないからどうやってやってんだろうとちょっと思った。なんか塗られちゃってんなみたいな感じで。はいはい、塗られちゃってはいるんですけど自分でやっぱ触れなきゃいけないじゃないです か。だからこの辺の問題もあるけど、その問題の分にSVOC とか触れるのかなっていうのはちょっとね、うーんって思いました。はい、それをできるようにしないといけないなというのが。 SVOO を取るやつはこれ書いてあれば人に物を与える、わ、ギブの意味が根底にあります。ギブか。それをちゃんと分かっているかどうかっていうことですね。試してみますか。はい、はい、これは結構やばいかもしれませんが、触れるかどうかやってみましょう。はい、紙ファーります。僕もやりたい。なんて言った今、何語喋ってた。僕もやりたい。僕もやりたいってたんですか。コミュタイムって言ったのか。何タイムだよって思ったら、コミュニケーションタイム。コミュニケーションタイムじゃなかった。何の顔。よいしょ。喜怒哀楽のどれ。スタディキ持ってんでの顔。嘘だ、勉強したくねえよ。違うよ、完全に違う。始まっちゃったよですよって顔してた。はい、では第1問目です。正しいものをまず選んで、あ、 The news なんとか me happy って書いてありますね。その中で選択肢が came, made, gave, save、ね、あ、こんなのはもういいですか。はい、いいですよ。いっちゃっていいですか。いっちゃ、いっちゃいますよ。はい、 The news。 はい、はい、合ってます、もちろん。やだでは、それぞれに品詞を振ってください。何詞か書いてください。え、はい、この子たちに。そう、あ、め、はい、いいですよ、いいですよ、それでいいです、それで、はい、名詞、動詞で、これが形容詞。はい、こいつなんだ。 me ですよ。 me 一番簡単な単語じゃないですか、この中で。はい、名詞。はい、はい、じゃあそれぞれ SVOC を書いてください。まず SVOお前は死。はい、ではそれぞれの、これもう一回やってんですけどね、このくだりね。SV はまあもう簡単ですね。はい、その後ろ、なんでここに O と書きましたか。あ、はい、なんで O か、はい、なぜ O なんですか。理由をご説明ください。理由、これができるようになってないとダメなんですね。理由は、はい、V が O に C したから。何を言ってるのかさっぱりわかりません。
何を言ってるのか全然意味がさっぱりない。間違えた間違えた間違えた。 S が O を C にしたから。うん、それはもう後付けですね完全にね。それもメイズの意味知ってるから。え、なんでこれが O な、なんでこれが O なのかってことですか。そうそうそう、その説明をちゃんとできるようにしとかなきゃいけないですね。こいつは目的格だから。目的、あー、それでもいいですよ。目的格は目的語だから O って言って全然構わないですよ。目的だから、はい、O、 それでも OK し、もう一個ありますね、はい、もう一つの理由。普通ここにだって県とかさ、人の名前が来てたって同じですね。The news made Ken happy でもいいわけですよ。でも Ken は目的格とか言えないですね。 Ken に格はないですから。そっか、目的語。そう、なんで目的語なのかを説明しないといけません。さあ、ほら覚えてない。どうして O なのか。過去形だからじゃないですか。関係ない。間違った恥ずかしい。すいません、どうもすいませんでした。じゃあ、これだって後ろ名詞来た場合に SV の後ろ名詞来たら何を考えなきゃいけないってあるはずですよ。 V の後に、この場合どうなりますか。 I'm a doctor って言った SVC。 なんで SVC なんですか。 S イコール C だから。はい、でこれ A doctor 何詞ですか。名詞。はい、判断しましたね今、はい、O なのか C なのかを、はい、同じことをやってください。あ、 S イコール、うん、O じゃない。そうです、イコールじゃないから O ですね。あ、それでいいんですか。それを説明できないとダメです。はい、そっかそっかそっか。じゃあニュースが私なわけじゃないから O。 そうです、 そうですっていう風に説明できるようになってないといけません。じゃないと O と C の違い分かんないままです、ずっと。なるほど。続いてです、 Happy。 なんでここに C と書いたんですか。O が、意味で考えちゃダメ、その元々の意味で考えるじゃなくて、でなんとなんでここ、まあ、まずこれですね、 S と O イコールじゃないよっていうの出てしました。はい、はい、今度はここを考えなきゃいけません。さあ、出てるんでしたか。 C は形容詞しか、いいえ。いいえ。 C、 なんで C なんだこの子。あ、 O イコール O じゃないから、その、はい、ここがイコールになってないから、うん、これになってなかったら O ですね。あ、逆、私がハッピーになったから、なんか O イコール C だから OC。 まあまあそうですね、はい、まあまあ一応超基礎レベルではそれで OK です。はい、はい、で、まあ、一応まあここには主語述語の関係が成り立ちますよっていうのがありますね。主述の関係が成り立つ場合は OC ですね。主述、はい、主語述語、私がハッピーですね。あ、私が嬉しい、この場合成り立ちますっていう風に言うこともできますし、できますし、まだ他の説明の仕方、そうですか、その辺を一回やってるんですよ私。動画見直してください。同じことやってますからね私。はい、形容詞には2つの役割がありますって言ったの覚えてますか。はい、形容詞には2つ、なんと何でしたか。副詞的用法と、あるわけないだろ形容詞なのに。なんで形容詞に副詞的用法が存在するんじゃ。品詞の名前変わってるやない。形容詞には自動詞、動詞だから品詞変わってるじゃないか。形容詞だから、形容動詞みたいなことですか。ないって言ったじゃん形容動詞に。英語にはなんだろう、なんだろう、形容詞に2種類、なんだろう。そんなね、ドラえもんみたいに許しませんよ。バレた、はい、バレた。形容詞、まあ1個は分かってますね。この状態の中でも何ですか。いいで終わるやつですか。違う、それ日本語。でも同じくだりやってるからねこれね、どうか。なんかあるんですよ私もここに霞がかって。いやいや、だからもうここに書いてある、すでに出てますね。一個形容詞の役割はもう何がハッピーや。アンハッピーだわ。はい、はい、一個もう書いてあるじゃないですか形容詞の役割。お、名詞だ。違うわ、なんでだから品詞を変えるんだ。なんで形容詞が副詞になったり動詞になったり名詞になったりする。書いてある、書いてある。あ、主語か。主語じゃねえ。主語は名詞でしょ。待って、何？なんだ？書いてあるじゃない。書いてある？うん、ここに、はい？書いてあります。アドクターアム。ん？どこに書いてあるんだ？いや、形容詞って書いてるところに書いてありますねちゃんと。え？はい、C。そうですね。C って何ですかちゃんと。もう C は保護。はい、そうですね。毎回全部必ず品詞の役割を復習してくださいって言います。これを全部答えられるようにしておいてくださいって。はい、形容詞は何とかを修飾って言いました。形容詞は名詞を修飾、はい、そうですね。さて、名詞を修飾しているやつどんなんでしょう。ビューティフル。いきなりビューティフルだけ言われても。ビューティフルシーとかってことですよね。ビューティフルシー、ビューティフル海。
そういうことですね。あ、なんとか girl って書いたときに、まあ、beautiful って言ったりしますね。beautiful って書いて、はい、beautiful はこれが、はい、何をしてる？名詞を就職。はい、名詞を就職しますね。beautiful girl 就職してますね。はい。で、言ったの覚えてますか？こういうふうに、いちごの形容詞は覚えてますか？あ、いちごの形容詞は、うん、どこから就職してますか？前。そう、前からですね。これでわかるんです。こっちは、いちごの形容詞は前から後ろの名詞を就職する。はい。はい、このハッピーはどうなってますか？後ろから。違う。おい。いや、前からって言ったのに後ろからだったら、もうルールいきなり無視してるじゃん。はい。ということで。あ、前から就職したわけじゃないから、これは目的語ってことですか？目的語じゃない。ほぼ。そう、C ですね。はい。ということです。だから名詞を就職してないから C ですっていうこともできるわけです。なるほど。そういう説明ができないとダメです。SVOC って書いてあって、なんで O なんですか？あ、主語と違う名詞がいるからです。だから O です。ハッピーは何ですか？ C です。なんで C なんですかって言った時に、 O と C に主従の関係が成り立ちますっていうのもあるし、ハッピーは後ろに就職してる名詞ないから、だから保護なんですっていうふうに言えるようにしておかないといけないわけですね。難しいことを言ってます。これをだいたい3月ぐらいにできてないといけないわけですね。受験もう過ぎた3月、もう過ぎた3月、あららら、当たり前、半年前だ、はい、ということです。だからこの辺を全部言えるようにしなきゃいけない。名詞の役割って何ですか、で形容詞の役割、副詞の役割って何ですか、S は何、 V は何、 O は何、 C は何っていうのを全部言えるようにちゃんとしろって言っときます。ごめんな、はい、大先生、はい、毎回 100% やってくださいっていうふうにやりますので、はい、こういう感じで皆さんできるようになってますか？これを見てるですね、ぜひ高1、2年生の皆さんですね、あ、自分もできなかったと思った、あ、私も言えなかったと思った受験生の皆さん、もう1年頑張ってくださいなんてこと、あ、なんてこと言うんですか待ってください、はい、まあこういうのできちんとやって、はい、おひじ先生本人からもらったの持ってますからね。あら、はい、このシリーズマウントだ、マウントだ、このシリーズマウント、このシリーズ全部本人からひじマウントを取られました今。ひじマウント、めっちゃ背高いですからね。そうなんですか？背高いです。へえ、という感じでした。なんでお勉強してください。はい、という感じでした。はい、ご視聴ありがとうございます。 Thank you for watching.